うまくいく人は脳の使い方を知っている。こんにちは。金持ち本100冊を読んでわかった50の黄金ルールを書いたアッキーです。それでは今回は1万人の脳を知る脳ドクターが教える脳と心の引き寄せルールについて解説していきます。人生にはこれは何かの力が働いて引き寄せられたと思えることが1回や2回はあると思います。引き寄せる力の秘密は脳にあります。そしてその力は行動次第で強めることができます。脳は経験を積めば積むほど引き寄せる力を強化していきます。また今起こっていることは必ずしも今起こしたわけではないです。小さい頃に経験したことが大人になってから役に立った、そんな経験は誰にでもあると思います。人は現実に今起こっていることだけを見て引き寄せを考えやすいものですが、それ以前からの蓄積が連なって今の現実になっていることがほとんどです。引き寄せた自覚がない人はこれまでの自分の人生経験を一つ一つ辿っていくと、どうしてここでこんなことかと気がつくはずです。人は自分が強く意識したことはよく覚えていますが、無関心なことは忘れていくものです。本書に書かれている引き寄せはただ心に願望を持ち続けるのではなくて、脳を使って目標や願いを実現することを指しています。この動画では引き寄せ脳を強化するポイントを9個解説していきます。この動画を見て引き寄せ脳の作り方がよく分かった、脳科学について勉強できた人はいいねやコメントをください。1個目、引き寄せとは何か。約20年前世界中で引き寄せの法則が大流行しました。ただし本書でいう引き寄せはお金が欲しいと思った瞬間に空から札束が降ってきたといった奇跡や魔法のことではないです。あなたの脳があなたが望む結果を得るために役立つ情報を見つけてくる、これが引き寄せです。ただしあなたが夢を叶えるための情報は偶然としか思えない出来事や音や景色などの抽象的なサイン、ふとした思いつきなど地味な形で現れることが多いため、普段の日常生活では気がつかないで過ごす人が多いです。しかし意識的に引き寄せを使うようになると、小さな引き寄せが大きな引き寄せにつながっていきます。例えば今日はこんな人に会ったなど、日常の些細な出来事をあえて引き寄せとみなすことで、大きな引き寄せが来た時にこれはあの時のあれが最初だったんだと気づきます。そして引き寄せを起こすには時間の経過と行動が不可欠です。結果が実現するまでには時間がかかります。引き寄せは願望を決めるという種をまいて、その実現という実を収穫するようなものです。種まきと収穫の間には育てるという行為が必要なように、引き寄せにも何らかの行動が必要です。自らが能動的に引き寄せに行くという意識に脳が反応して、何をすればいいかも脳が教えてくれるようになります。引き寄せは目標や夢に対して自分に必要な情報を脳が集めてくること、これをまずは頭に入れておいてください。2個目、脳の仕組み。何かを実現しようと決めると、脳細胞はその決意に適応しようとします。もし住んでいるマンションを移るのであれば、決意した時点から脳がマンション関連の情報を処理する回数が多くなって、回数が増えれば増えるほどマンションに対する認知度や分析力、判断力が高くなっていきます。また脳は過去と未来の区別が曖昧なため、どちらも等しく記憶として蓄積されます。例えば今から3年後に TOEIC 800点、5年後に海外で就職のように未来を前もって想定すると、それらは脳内ですでに予定しているものとなります。未来の自分から見て今の自分を見る感覚で、今できることは何か、それを考えられるようになります。さらに人間の脳は鏡のように互いの脳を影響し合っています。口に出さない思考、手で触れられない雰囲気なども全て情報として脳に蓄えられ、ある意味洗脳し合っています。そのため引き寄せが上手い人が身近にいると自分も引き寄せが上手くなります。そして脳の使い方によっても働きは変化していきます。脳の働きが低下すれば引き寄せも減って、逆に今どんなにうまくいかなくても脳が成長すれば引き寄せも上手くなります。この仕組みを理解して引き寄せの上手い人と近い環境にいることを目指してください。
3個目、優れたリーダーになる。ここからは目的に応じて脳と心の引き寄せのルールを解説していきます。まずは優れたリーダーになる引き寄せの仕方です。リーダーには目標実現にあたって問題点を修正する力が重要です。優れたリーダーであるためには自分自身を振り返って変えるべきところを変えていく必要があります。最近は PDCA や4行日記など振り返りのフレームワークが流行しています。それらを利用して自分を振り返る習慣をつけてください。脳の仕組み上、思っただけでは分かったことにはならないです。大切なのは文字にして書き出して頭の中を整理することです。具体的なワークとして、まず今日の自分の行動を洗い出してください。その中で目標達成に近づいたものとそうでないものを分けます。ここで目標から遠ざかったものが自分の修正するべき点です。修正するために具体的に何ができるかを考えて修正案を立ててください。これが明日の課題になります。毎日課題を見直してクリアすることを徹底してください。4個目、孤独に打ち勝つ。新型コロナウイルスの拡大に伴って在宅ワークや外出規制で他者と接触する機会が減りました。これによって日常的に孤独を感じる人が増えています。孤独を感じた時、寂しさに飲み込まれてしまう人と孤独に強い人の違いは自己価値観の高さです。自己価値観とは、私には価値があるという感覚のことです。これがあると誰かに褒めてもらったり、そばにいて世話を焼いてもらったりしなくても安心して生きることができます。自己価値観を高めるためには自分で自分の価値を認める、つまり自己評価をしっかりとする必要があります。例えば結婚をしたいと思っている人が、いい年をして独身の自分はダメだとそう思うのは自己否定です。また見る目のない人たちが悪い、そう思うのは他者批判です。それに対して独身なのは将来素晴らしいパートナーに出会うため、その道を今は歩いている途中だ、そう思うのが自己評価です。このようなものの見方はまさに引き寄せそのものです。肯定的かつ対極的に状況を見ることによって、デートの時間をできるだけ作ろう、婚活アプリに登録してみようと具体的な行動が起こしやすくなり、孤独や不安に悶々とすることがなくなります。では孤独に打ち勝つためにはどうすればいいのか、手元にノートやメモ帳を準備してください。ここに毎日少なくとも一つ自分を褒める言葉を書き込みます。大事なのは頭の中で思い浮かべるのではなくて、しっかりと文字にすることです。文字にすると脳がその内容を強く認識してくれるようになるため、自己価値観を高めやすくなります。褒める内容は営業成績がトップになったといった大きな目標達成でなくても大丈夫です。朝時間通りに起きられた、笑って挨拶できたなど、どんな小さなことでも構わないです。日々の生活の中から自分を褒めるポイントや気分が上がる言葉を見つけて集めてください。これを毎日行って孤独に打ち勝つ力を身につけていきましょう。5個目、行動力を高める。やりたくないことをやろうとしないのが脳の仕組みです。では活動的な人はなぜ活動的でいられるのか、それはやりたいことがたくさんあるからです。やりたいことをやって動けば動くほど1回の行動に必要なエネルギーが少なくなって、さらに動きやすくなるという好循環を引き寄せています。自分が活動的でないと思うなら、やりたいことに携わっているのかを見直してください。活動的でない場合、お手本になる人と付き合うのが最も手っ取り早いです。アクティブな人に囲まれていると自分もアクティブであることが常識になります。まずは真似したい人をよく観察して、どういった点を真似したいのか紙に書き出してください。加えてその人が普段やっていないことも書き出しましょう。やってはいけないことをやらずにいるというのも一つの行動です。ぜひ試してみてください。6個目、お金をたくさん稼ぐ。経済の低迷が続く日本は今、世界各国と比べてもダントツで稼げない国になっています。子どもの教育費や住宅ローン、老後の資金など、お金に関しては多くの心配があると思います。国税庁の民間給与実態統計調査によると、2020年、民間企業で働く人の平均給与は約433万円でした。残念なことに、この30年間はほぼ横ばいで推移しています。そんな状況でもっと稼ぎたいと思うなら、かなり強い決意と理由付けが必要です。お金
金が欲しいと口では言いながらじっくりと自問自答してみるとそうでもなかったケースもあります。自分の脳の中に高いクオリティの仕事をしていればそれに見合った報酬が得られる、その前提を作ってください。そして実際に質の高い仕事をすることに力を注いでください。最も大切なのは高い報酬を得るだけの仕事をしたと自分自身が認めることです。自分のしたことに対して会社や世間がつける評価額よりも先に、もし100万円欲しいのであれば100万円分の成果を出したと自分が本気で思えるかどうか常にチェックするようにしてください。そうする中でいろいろな変化が出てきます。報酬アップの直談判を検討したり、働き方を見直したり、転職したりなどを考えるようになります。基本的に給料っていうのは遅れて上がると考えてください。質の高い仕事を提供し続ければおのずと収入は上がっていきます。これを前提に望む金額に見合った仕事を世の中に提供していってください。7個目、嫌いな人との縁を切る。親戚やご近所、ママ友など交際関係が広がることは脳にとってもいい刺激になります。しかし気が合う人ばかりではないのも事実です。自分にとって嫌な人を思い浮かべるとネガティブな気分になったり引っかかりを覚えたりします。それは嫌いという非言語的な要素を脳がキャッチしているからです。よくあるのがママ友によるマウンティングやバイト先でのクレーマー、頼み事が多い人、悪口を言いふらす人などです。こういった人たちとうまく折り合いをつけるコツは積極的に関わらないことです。完全に無視はしないけど、かといって深入りもしないことです。当たり障りのない距離感を保つために自分の中で行動基準を明確にしましょう。具体的には挑発に乗らない、噂話に参加しない、挨拶やお礼など最低限の礼儀は守る、お金の貸し借りをしないなどが考えられます。自分流のルールを作ってルールを踏み越えそうな人とは付き合わないことを意識してください。8個目、受験や資格勉強に合格する。大人の受験には時間が足りない、体力が続かない、取りたい資格が多すぎるなど社会人ならではの悩みがつきものです。まずはしっかりと準備を整えることが大切です。出題傾向を調べて理解し、試験に出るのはここだからこの参考書の何ページを勉強すればいいという逆算思考で受験勉強を進めていってください。これは一種の情報管理能力です。家の片付けやスケジュール調整にも必要な能力となります。また受験勉強をする際に大切なのは時間の意識です。試験には必ず制限時間があるため、参考書の例題に取り組むときも時間配分を意識してください。例えば1問を1分で解く、本番と同じ時間内で過去問を解くなど時間を区切る練習をしてください。それによって一定時間を継続して集中できる試験に適した脳が養われます。制限時間がないと脳っていうのは真面目に働かないです。すごく勉強しているのに本番で力が出せない人はこのタイプが多いです。この時脳は時間制限がない脳になっています。脳には必ず締め切りが必要だと覚えておいてください。9個目、体重を減らす。脳が疲れていると満腹感の感度が鈍り、つい食べ過ぎてしまいます。実はこの時に脳が欲しているのはお腹がいっぱいになったという満足感であって満腹感ではないです。そのため食べること以外に満足するものを脳に与えてあげれば食べ過ぎを防ぐことができます。では脳を満足させるものとは何か。それは楽しいことや好きなこと、喜びを感じることです。3度の飯よりも好きなことをしていれば食べたいとは感じなくなります。例えば映画やドラマを見たり、ペットの世話をしたり、読書をしたりなどです。また引き寄せの観点からダイエットを語るなら、大切なのは何のために痩せるのかという理由付けを明確にすることです。ダイエットで失敗を繰り返す人の多くはそこが曖昧で本気で痩せたいと思っていない人もいます。例えば痩せていなければ美しくない、太っていると笑われるといった世間の価値観や情報を気にしているだけで、心の奥では今の体重でも別に何かが起こるわけじゃない、そう思っていたりします。願望と本音を一致させるのは引き寄せの大切なポイントです。なぜ痩せたいのか、じっくりと自分と向き合うようにしてください。解説は以上です。人間の脳は右脳と左脳に分かれていて、それぞれ60ずつ、
全部で120の番地があります。これらの番地はすべて右脳側と左脳側で働き方や機能が異なります。例えば右脳は他人の感情を理解します。一方左脳は自分の感情を理解するときに使われます。これらの脳の仕組みや脳番地を駆使した引き寄せのスキルをこの動画では解説してきました。これらを意識したトレーニングをすればたとえ年をとって神経細胞の数が減ってきても脳番地同士のつながりを強化することができます。いつ始めても遅すぎることはないことを理解して地道に脳の訓練をしていってください。今回の解説が面白かった、引き寄せのルールを実践してみようと思った人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。